やはろー、みさきみさです。ということで今月もアマゾンタイムセール祭りが始まりました。タイムセールは6月の4日までなんですけれども、こちらアマゾンゲーミングウィークというね、人気のゲーム関連アイテムがセールになってるっていうイベントも行われております。こちらは6月の8日までの大きいね、セールになっているので、今日は安くなっているおすすめのゲーミングデバイスっていうのをたくさん紹介していこうと思います。それでは早速紹介していきたいんですけど、その前に Amazon でお買い物をする前にやっておいた方が得すること4選紹介していこうと思います。まず1つ目、 Amazon プライム会員になりましょう。月額500円で商品が早く届くプライム発送だったり、無料で映画も見放題、そして幅広いジャンルの音楽っていうのも無料で聞くことができたり、しかもこういったイベントの時にポイントもザクザク溜まっていくので月額500円以上の価値はあるので、ぜひ入っておきましょう。お得に買う方法2つ目、 Amazon マスターカード。こちらはポイントの還元率が他よりも高くて、こういったセールの時はめちゃくちゃお得です。 Amazon でのお買い物でプライム会員の方ならプラス 2%、 そしてこのカードを作っておけばプラス 1.5% のポイントが貯まります。お得に買い物する方法3つ目がポイントアップキャンペーンになります。セール期間中に1万円以上のお買い物をすると通常のポイントの還元に加えて最大 12% のポイントが還元されます。この動画の概要欄、コメント欄にあるリンクをポチッと押して、こちらキャンペーンにエントリーするというボタンをポチッと押すだけ。そうしておくだけでプライム会員の方はもちろん、アプリからの購入や Amazon マスターカードでの購入で最大1万ポイントが還元されます。1万以上購入する方はエントリーボタンを押すだけでお得になるので、これは忘れずに押しておきましょう。そして4つ目なんですけど、こちらギフト券チャージになります。初めてのギフト券の現金チャージで1000ポイントがもらえます。これ意外と知らない人がいるので、ぜひやってみてほしいんですけど、方法は簡単。ギフト券の購入ページでこちらのクーポンコードを入力して、5000円以上の現金でチャージすると1000ポイントゲット。チャージしたギフト券の有効期限は10年なので、その間に使えば OK。どこでチャージするのかわからないっていう人は、概要欄かコメント欄のリンクから Amazon ページに飛べるようにしてあるので、ぜひそちらからチャージしてみてください。それでは早速 Amazon ゲーミングウィークで安くなっている製品を紹介していこうと思います。まずはモニター、 ASUS さんが出している24インチ 165Hz 応答速度が 0.5ms のモニターになります。こちら 25,480円が 22,320円と12% オフになっていまして、同じ 165Hz、 そして応答速度が速いモニターの中でも一番安いモニターじゃないかなっていう風に思います。他のよくわからないメーカーさんだったら、もしかしたらこれより安いものもあるかもしれないんですけど、信頼性があって安心できるメーカーさんなので、安くでモニター欲しいなと思ってる方はぜひこちらのモニター買っていただければなと思います。そして続きまして、こちら MSI さんのモニターになります。これめちゃくちゃ安くてびっくりしたんですけど、価格が 36,91 円から 18,800 円になっています。39% オフ。めちゃくちゃ安い。こちらのモニターはフル HD で 144Hz ということで、ミドルスペックの PC を使っている方におすすめのモニターになります。そして3年保証もついていて、フリーシンク対応だったり、まあ、湾曲のモニターの VA パネルということで、ゲームでの没入感もすごい楽しめると思うし、何よりね、MSI さんのモニターなので、信頼性もあるメーカーさんなので、本当におすすめできる製品だと思います。そして続いては、もう少し予算出せる、もう少しいいモニターが欲しいという方に超おすすめのモニターがこちらです。 BenQ のモビウスシリーズのゲーミングモニターになります。こちら24インチのモニターで、リフレッシュレートが 165Hz、 応答速度が 1ms のモニターなんですけれども、こちら IPS パネルになっていて、 HDRI もね、搭載されているので、とても映像が綺麗なモニターになっています。そして映像だけではなくて、トレボロスピーカーっていうのも搭載されておりまして、その音がめちゃくちゃ高音質。もう少し予算出せるよっていう方はね、このモニターマジでおすすめなので買ってみてください。
今回紹介したのは24インチ 165Hz のモニターになるんですけれども、 240Hz のモニターだったり 4K のモニターだったり、たくさんねこのシリーズ出ているので、よかったら他の製品もねチェックしてみてください。そしてモニターと合わせて購入したいのがこちらのモニターライトになります。こちらのモニターライトは以前もレビューしていまして、もうめちゃくちゃおすすめっていう風にねご利用している製品になるんですけれども、いつもは 15,800 円が 12,480 円と 21% オフになっています。タイムセールの時毎回ね結構安くなってたりするので、まあ急いで買う必要性はないと思うんですけど、まあせっかくモニターを買うならね、モニターライトも一緒に買ってみてはいかがでしょうか。こちらのリモコンがワイヤレスになっていまして、このリモコンでこのライトをね、操作することになるんですけれども、こちらのモニターライトは画面の前を照らすだけではなくて、後ろの方にもですね、壁を照らしてくれるライトがついています。こちら1600万色から好きなカラー、そして好きなエフェクトだったり、ゲームに合わせて、色を変えてくれたりだとか、そういった光らせ方っていうのもできるし、モニターの後ろに LED テープを貼らずともめちゃくちゃおしゃれなねデスク周りになるという、もう最強のモニターライトになっています。このスタンドの部分とこの光る部分っていうのが磁石でくっつくようになっていまして、この光の角度だったりっていうのはある程度調整することができます。携帯からもパソコンからも本体のリモコンからも操作することができるこちらのモニターライト、めちゃくちゃおすすめなのでぜひ買ってみてください。はい、それでは自作 PC パーツあたりを紹介していこうと思います。まずは NGXT のクラーケン Z53 になります。こちら 33,509 円が 15% オフ 28,480 円になっていました。こちらの簡易水冷はディスプレイになっているタイプで、こちらに自負画像を設定して自分の好きなアニメーションだったりっていうのに変更することができます。でこちらタイムセールになってるんですけど、最近ね NGXT の簡易水冷新しいモデルが発売されました。なのでセールになってるかもしれないんですけど、ファンの部分がこのモデルは周りの部分しかね光っていないっていうモデルなんですけど、新しい簡易水冷の特徴としてはこの中の部分がね全部光っているっていう簡易水冷になっています。でその他はディスプレイの解像度が上がってたりとかして、まあ、このモデルよりも若干綺麗になってるっていう感じになるんですけど、周りだけが光る新しいモデルっていうのはまだ出ていないので、こちらの簡易水冷欲しいなって思ってた方は買い時かなっていう風に思います。で NGXT の PC ケースの中でもめちゃくちゃ人気な H9 エリートというモデルについているファンっていうのが、この周りがね光るタイプのファンになるんですよ。なのでこのね、PC ケースを買おうかなって思っている方はこちらの簡易水冷めちゃくちゃ合うと思うので、ぜひ買ってみてください。まあでも 240mm だけなんだけどね、安くなってるのは。こちらコルセアさんの DDR4 のメモリが安くなっていました。 16GB が2枚合計 32GB で 15,700 円が 11,869 円になっています。てかこの間初めて知ったんですけど、コルセアさんってもともとメモリの会社らしい。なので品質だったりっていうのも高いと思うので、ぜひ皆さん買ってみてください。そして次にウェストマンデジタルの SSD 1TB が安くなっていました。こちら普段が 12,867 円の 8,962 円、めちゃくちゃ安い 30% オフ。キーパーを見てっても、まあ普段 13,000 ぐらいかな、なんですけども、ドドーンと安くなっています。これめちゃくちゃ買い時だし、まあ人気で自作 PC をする方をこれ選ぶ方が多いと思うので、これから PC 組もうかなって思ってる方も、先にこのメモリを買っておいてもいいかなって思うぐらい安い。はい、続いてはこちらコルセアさんの PCIe4.0×4 インターフェースに対応した M.2 の SSD になります。 21,161 円が 41% オフの 11,969 円。読み込み速度は最大 7100MB、 書き込み速度は 6800MB になっています。 PS5 のストレージ拡張をしようと思ってた方におすすめの製品です。はい、続いてはマザーボードです。 MSI さんの MAG-B760M モーター Wi-Fi DDR5 のマザーボードになります。こちらタイムセールで 35,000 円が 25,680 円と 27% オフで買えます。こちらはインテルのねマザーボードになっていまして、 Wi-Fi も使えて 25,680 円は安くない？
メモリが DDR5 で、Gen5 PCIe、そして、この M.2 のこのクリップ、ネジ止めしないでいいタイプですね。これめちゃめちゃ簡単やった、この間触ったら。これ超便利。で、保証が2年ついてて、Wi-Fi 6E ですね。現状日本である中では一番早いやつ。でも7のマザーボードも今後出るらしい。すごい、めちゃめちゃでかいヒートシンクがついてる。普段は35,000円ぐらいか。安いし、かっこいいし、スペックも高くていいと思います。そして続いては MSI さんの簡易水冷になります。こちら21,800円が17,980円になっていました。こちらの簡易水冷、この部分がディスプレイになっていまして、今はドラゴンになってるんですけど、CPU の温度を表示したり、他のものにカスタマイズすることが可能です。特徴としては、静かで冷却性能っていうのも高い CPU クーラーになっているので、ディスプレイ付きの簡易水冷でここまで安い製品っていうのはなかなかないので、これを機に変えてみてはいかがでしょうか。はい、続きまして、コルセアさんのライティングパネルになります。これが、18,000円が9,980円になってました。約半額です。こちらは PC ケースにね、貼り付けたりだとか、飾ることができるパネルになっていまして、IQ というソフトでカラー変更をすることができます。これ可愛いなって思ってたけど、ちょっと地味に高くてさ、もうずっとこれ18,000円だったから。高すぎるよ、これ。でも今回半額。何があったんだ。今回が安く買えるチャンスなので、ぜひ買ってみてください。それでは続いてマウスを紹介していこうと思います。まずはスティールシリーズのエアロックス3になります。スティールシリーズの製品も結構安くなっていまして、ほとんど 20% オフぐらいかな。で、こちらのエアロックス3なんですけれども、7,480円が5,982円の 20% オフ。有線マウスになってるんですけど、もう白いね、デバイスってあまり安くならないという、傾向が Amazon にはありまして、その中でもスティールシリーズさんのエアロックス3はね、安くなったりするんで、マジでおすすめです。重量が 59g で超軽量。で、私が使っているのは、こちら、エアロックス5になります。こちら、タボタンマウスになっていまして、こちらも 20% オフの14,304円で購入することができます。こちらのマウスの特徴としては、ワイヤレスのタボタンマウスなんですけれども、その中でも一番軽いんじゃないかなっていうふうに思います。なんと重量が 74g と超軽量。なので私はこのマウスをゲームをするときに使っています。ボタンがね、めちゃくちゃあります。Q ボタン。なので初心者の方だったり、キーボードでゲームの操作全部できないよっていう私みたいな方、超おすすめです。ぜひ試してみてください。そして続いてはロジクールさんの G+ になります。普段は12,980円で、安い時でも11,210円。それよりもさらに安い14,80円で購入することができます。ロジクール独自のライトスピードという接続になっているので、遅延も感じずゲームを楽しむことができます。重量は 80g と少し重めにはなってるんですけれども、ワイヤレスマウスの中では比較的安いマウスになっています。続きましてこちら、ロキャットのゲーミングマウス、コーン XP エアが安くなってました。こちらのマウスは普段15,000円ぐらいで売ってたんですけれども、4月の中旬ぐらいからね、ずっと13,980円で売ってるみたいです。こちらのマウスなんですけど、なんか写真で見るとあまり可愛くないような感じにぶっちゃけ見えてしまうんですが、実際見るとね、超可愛いです。超可愛いし、こちらのマウスはタボタンマウスになっていまして、13,980円とタボタンマウスの中では安いのに、充電スタンドっていうのも付属しています。こちらのマウスのサイドボタンっていうのがめちゃくちゃあって、この下の方がね、ちょっと特徴的なんですけれども、底の方にボタンがあります。この底のボタンがちょっと気になって購入しないよっていう人だったりいると思うんですけど、私的には全然問題ありませんでした。なんなら使いやすいなって思うぐらい。で、しかもタボタンマウスで白色っていうのはなかなかないので、おそらく G502X か、このロキャットのコーン XP エアーだったりするので、安くてね、白くてタボタンマウスが欲しいっていう方はね、ぜひこちらの製品を購入してみてください。はい、続いては、先ほど言ってた G502X のホワイトモデルになります。こちらは、RGB で光るタイプのワイヤレスになっていまして、21,780円が18,900円になっています。いつもよりかは少しね、安くなっているっていう感じです。なんですけど、残り5点らしい。
このマウスはマジで人気なんで、欲しいなって思ってる人は早く買った方がいいかもしれません。先ほどのこのロキャットの白いマウスは重量が 99g ぐらいになってるんですけど、こちらの G502X の RGB のワイヤレスは 106g になっているので、少しこっちの方が重ためかな。まあでもフィット感だったり使い心地っていうのはこっちの方が私的には好み。でもこっちの方が高いって感じ。はい、続いてはキーボードを紹介していこうと思います。スティールシリーズの APEX PRO TKL の有線モデルになります。こちらが 32,980円の 6% オフの 31,113円で購入することができます。そこまで安くはなってないんですけれども、まあ普段よりかは少し安いなって。数百円。こちらの製品はめちゃくちゃ人気で、スペックもとても高くおすすめしたいんですけれども、まあ、ちょっと高いじゃないですか。そんな方におすすめなのがこちら、スティールシリーズの APEX PRO MINI になります。先ほどのキーボードとスペックはほぼ同じなんですけれども、だいぶ安い 25,058円になっています。まあ、何が違うかっていうと、矢印キーがあるかないかぐらい。まあ、あとはあっちの方はパームレストがついてたりだとか、あとは右上のくるくるがね、この部分がないかな。まあ、少し機能だったりっていうのは劣るんですけれども、まあ、普段矢印キーを使わない方だったり、あとはゲーム専用でキーボード欲しいって思ってる方だったり、こちらの 60% タイプの安いキーボードを買う方がいいんじゃないかなって思います。はい、続いてはこちらロジクールの G705 と G715 のセットになります。セット販売によって若干、本当に若干安くなっています。まあ、別々で購入するよりも1840円ぐらい安くなっているっていう感じです。こちらのオーロラシリーズのキーボードね、揃えれば揃えるほどめちゃくちゃ可愛いデスクになるので、欲しいなって思ってた方はぜひセットで買ってみてください。続きまして、コルセアさんの K60 Pro TKL になります。こちらのキーボード、タイムセールで 16,810 円が 11,890 円で購入することができます。めちゃくちゃ安い。めっちゃ安いと思う。こちらは独自の光学式スイッチになっておりまして、アクチュエーションポイントが 1.0 ミリなんですけれども、普通のメカニカルキースイッチの 1.0 ミリよりも速いキーボードになっています。そして耐久性っていうのも非常に高いキーボードになっているので、まあ、長く使えて、しかも普通の銀軸だったりっていうよりも速いようなキーボードになっているので、できるだけ安くでゲーム強くなりたいなって思う方にマジでおすすめのキーボードになります。こちらブラックモデルと白いモデルがあるんですけど、ブラックモデルが 11,890 円で、白いモデルがね、18,200 円なんですよ。ちょっと高いです。もう同じ色変わっただけでなんでこんなにも違うんだっていうぐらいね、違うんですけど、このスペックで 11,890 円はとてもコスパが高いと思うので、よかったら買ってみてください。で、見た目もねめちゃめちゃかっこいいです。はい、続いてヘッドセットをね調べてみたんですけれども、まあ、スティールシリーズだったりっていうのが比較的安くなっているなっていう感じでした。その中でも安くていいなって思う商品がこちらです。アークティスノバ18680円が 15% オフで 7378 円で購入することができます。こちらのヘッドセット付け心地めちゃくちゃいいです。めっちゃいいし、しかも空間オーディオも使えるのにこの値段、めちゃめちゃ安い。非常にコスパが高いようなねヘッドセットなので、安めのいいヘッドセット欲しいなって思っている方は買ってみてください。そしてこちら新しく出たゲームダックというゲーミングアンプになります。こちら単品発売がちょっと前に開始されたんですけれども、今回のタイムセールで安くなっております。17,980 円が 16,182 円。こちらを使用することにより、音がよりクリアーになることによって、息の足音だったり銃声っていうのがとても聞きやすくなります。で、あとはゲームの音量調節だったり、マイクの音量、空間オーディオのチューニングだったり、手元で簡単にね、音量やイコライザーの設定が可能になります。今よりもよりいいゲーム環境を作りたいなって思っている方におすすめの製品になっています。
ということで、ゲーミングデバイスの紹介は以上になります。こっからはちょっと番外編で、ゲームとは関係ない製品も紹介していこうと思います。まずはアップルの MacBook Pro になります。こちら 338,800円が 26% オフ 249,303円で購入することができます。16インチのモニターで10コアの CPU と16コアの GPU を搭載した M1 Pro の MacBook になります。2年前のモデルって言っても M1 チップになっているんで、動画編集だったりっていうのもサクサクできるし、ディスプレイっていうのもめちゃくちゃ綺麗だし、 26% オフで買えるなら今は買い時かなって感じ。そして続いてはアンカーのマグネットケーブルホルダーになります。これめちゃめちゃ便利で毎回紹介してるんですけど、私みたいに雑な方でもね、デスクを綺麗にさせることができるという紙商品になっていて、しかも1352円とめちゃくちゃ安いので、試しに1個買ってみてください。そして続いてはこちら、前回も紹介したユーフィーのコードレス掃除機になります。こちらはコードレスのハンディクリーナーになっているので、デスク周りの掃除とかの時にめちゃくちゃ役に立ちます。ちょっと前の動画でね、紹介してたりもするんで、よかったらそちらご覧ください。続きまして、カゴメの野菜生活グリーンスムージーになります。これマジで美味しい、超美味しい。1745円が今 10% オフにはなってるから、だいぶ安いね。1本あたり多分140円ちょっとぐらい。これマジで美味しい。そしてちょっとついでに紹介するのが、安くなってないんですけど、最近マジでハマってる飲み物、レッドブルのパープルになります。これマジで美味しい。なんかね、作られた味が好きじゃない人なら好きじゃないかもしんないんですけど、マジで美味しい。はい、続きましてはすき家の牛丼。こちらタイムセールで3298円で売っています。今回もあんまり安くなってなくてちょっと残念なんですけど、このすき家の牛丼の冷凍のやつめちゃくちゃ便利、めっちゃ美味しいし、具沢山なので、よかったら皆さん買ってみてください。その場でパスタという15食セットの非常食になります。最近地震とかさ、台風とかさ、いろいろあるじゃないですか。怖いじゃん。皆さん非常食買ってますか？私はね、いつも買ってるんですよ。買ってるんですけど、非常食って意外と高いの。高いので、ちょっとね、躊躇しちゃう部分があると思うんですけど、まあ、こういったタイムセールの時にね、買っておくべきものなのかなと、はい、思うので、何があるのかわからないので、ぜひ買っておきましょう。はい、ということで以上、ゲーミングウィークで安くなっていたゲーミングデバイスの紹介でした。で、次回ですね、ゲーミングスターターセットっていうね、ものが前回か前々回ぐらいからね、このアマゾンセールで始まっているので、こちらをね、ちょっと見ていったり、他にもおすすめの製品があるのかどうかっていうのをね、ちょっと動画にしようかなって思っているので、よかったらチャンネル登録などなどよろしくお願いします。そして今回紹介した製品は概要欄にまとめてリストと、URL を貼ってあるので、よかったらそちらからチェックしてみてください。そして他にもこれ安かったよっていう商品があれば、よかったら皆さんコメント欄で教えてください。ということで以上、みさきみさでした。じゃのー。Thank you.